気まじめといる子供たちに決まった RPG 人気ベスト10。第10位、ラストハルマゲドン。時間の概念の導入やレベルアップごとのキャラクター変化とその工夫が受けて10位入賞です。第9位、ネクロスの要塞。シナリオごとに使用するキャラクターが変わる異色の RPG、 アニメーションをフルに使用した迫力の戦闘シーンが魅力です。第8位、ブライ8曲の粒子伝説。パソコンからの移植版ながらサウンドやビジュアル面がかなり強化された力作。ゲーム全体に満載された美しいグラフィックが何といっても売り。第7位、ファージアスの蛇行艇。ビジュアルの美しさと操作性の良さが好評のソフト。やはりビジュアルシーンが美しいソフトは人気も高いぜ。第6位、ドラゴンスレイヤー英雄伝説。続編のリリースが予定されているドラゴンスレイヤー英雄伝説、安定した人気で6位入賞です。第5位、ロードス島戦記。オリジナルビデオアニメなどで圧倒的人気を誇るロードス島戦記、ゲームも根強く5位に入りまった。すぐにでもお伝えしなければ。第4位、ドラゴンナイト2。出てくるモンスター全てが美少女というムググの RPG、 ちょっとエッチな魅力で高順位獲得です。第2位、どうしてくれんのよ。第3位はこのソフト、桃太郎伝説2。やはり桃電シリーズは強え。コミカルなキャラクターで人気をがっちり使います。第2位、イース1-2。アクション RPG の人気ソフト、イースの1と2が1枚の CD に入ったお得感が何といっても魅力。はい、ある第1位は天外魔境2マンジマル。やはり天外は強え。誰もが認める圧倒的強さで堂々1位に輝きやした。